それではご苦労様でございます。まず両方にこういうのがありますんで、新しいポスターの発表をまずさせていただけたらと、思います。豊田先生どうぞちょっと一緒に並んでいただいて、はい、ちょっとはい、ちょっと見えへんな一つ一つ乗り越えていくというコピーになってるなって、はい、はい、いいです、はい、はい、結構です、はい、一つ一つ乗り越えていくというキャッチコピーで、新政権の下で新しい総理の下でのポスターを作成させていただきました。野田新総理の誠実な思いと力強さと、そして今の状況の中で一つ一つ着実に乗り越えていきたいという心情をそのままストレートに言葉にさせていただいたと、こういうことでございます。このポスターの件につきまして、ご質問等々ありましたら、まずそちらからお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではポスターの新ポスターについてですね、何かご質問がありましたら挙手をお願いしたいと思います。はい、お願いいたします。はい、日本テレビの斉山と申します。今回、制作された野田総理の、ビジュアルのポスターなんですが、このポスターはどのくらいお作りになるのか、そして用途としては、どういう形でお使いになるのかお聞かせいただければ。枚数はどのくらいですか。枚数は枚数はですね、はい、すいません、すいません、ちょっと私の、どこや、現在、15万枚を予定をしております。希望が多ければさらに増やしていきたいと、このように思っております。それから用途ですが、当然日本全国の民主党の掲示板、もしくはそれぞれの地元の総支部の方でですね、いろいろポスターを掲示をされておられるところもたくさんあると思いますので、そういうところにどんどん貼っていただくと、そういう認識であります。まあ、それぞれの地元で、例えば私でしたら私の個人のポスターと党のポスターと兼ね合わせは、まあそれぞれ、地元のそれぞれの感覚で、使い分けをしていただいたり、することになるから、なるだろうと、このように思っております。はい、その他ポスターに関して何かご質問ございますか。じゃあ、すみません、 NHK の岡崎です。タルトコ代行、これ、ポスター決める際にですね、確かに官邸に足を運ばれて、はい、まあ、総理の前で相談した経緯があったと思うんですけども、はい、まあ、その際までいくつか候補があった中で、うん、総理からどのようなお言葉、どのような決意でこれを選ばれたのか、その時の様子を紹介していただければと思います。総理と最終的に相談をさせていただきましたのは、キャッチコピーのことであります。まあ、キャッチコピーにつきましては人それぞれの感性がありますので、みんないろいろ意見があります。ですから最終的にいくつか あったものの中で、総理の判断をキャッチコピーで仰いだというのが真実でありまして、総理の方からは自分の今の気持ちをに一番近いといいますか、そのもののこのコピーをぜひという強い総理の意思がございまして、その総理の意思を私どもはそのまま受け入れさせていただいて、そのコピーに合う絵柄という形で制作をさせていただきました。どうぞ。中日新聞の岩崎ですが、コピーは総理が考えられたのか、いくつか提示した中で総理がこれがぴったりだというので選ばれたんでしょうか。そうですね、そういうことですね。
まず写真撮りの前にコピーを決めて、で、まあ、こういうイメージでということで、提示をして、で、まあ、それでいきましょうということでありました。で、できてきたものの中で最後キャッチコピーはこれで、複数の写真の中で、まあ、これを選択をいただいたということだと認識しています。はい、その他ポスターに関して何かご質問ありますか。よろしいですか。まあ、総理にされて置かれてもですね、僕ら我々も一緒なんですが、総理の場合は特に自分の顔が全国に張り出されるわけですから、やはり総理としては自分の気持ちにピタッとくるものが貼ってあった方が元気が出るというふうに自らの経験からも思いますので、総理の意向を最大限、まあ、重視をして作成をしたということであります。広報委員会、豊田先生の方から何か補足とかございますか。特にございません。もうよろしいですか。はい、それではポスターについてはじゃあここまで、とさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。すみません。続きましてですね、これあった方がいいですか。はい、ちょっと写真皆さんの顔が見にくいんでちょっと後ろに見ていただいて、はい、いいですか。そうしましたら続きましてですね、はい、定例記者会見続けたいと思うんですが、はい、タルトコ、はい、代行の方からお願いいたします。もう一点私の方から報告をさせていただきます。26日から訪中を私しておりまして、目的は政党間交流、日本と中国の間の過去の経緯を尊重してさらなるスタートを再スタートをさせていただくと、こういう思いの中で、まあ、その再スタートにあたっての話し合いということで、中国に行ってまいりました。今日帰ってきたところでありますが、中国の中連部を中心に軍関係の外交、まあ、政党間の交流を担当されているところの責任者の方々、またさまざまな外交関係の方々と話をさせていただいて、最終的に大和津中連部長と話をさせていただいて、できるだけ早期に民主党と中国共産党との政党間交流を再スタートしましょうと、我が党におきましては日中交流協議機構と、このような機構を小沢前会長から越井氏現会長にこの役員体制も変わっておりますので、この下で再スタートをしていくと、このようなことで合意をいたしました。特に日中間におきましては隣の国であるというお互いがですね、永遠に離れられない大きな宿命の中で、その隣であるということをしっかりと認識をして、隣であるがゆえにそのお料理において何のトラブルも発生しないということはありえないわけでありますが、そういうトラブルもですね、お互いが共存共栄、共に隣にあるという存在の中で共に栄えていきましょうと、こういう共存共栄の精神の下で、大きな合意を方向を見出しながら、さまざまなトラブルは乗り越えるためにあるもんだということで乗り越えていくという決意を共に確認をして、政党間交流を再スタートすると、こういうこととなりました。まあ、できるだけ早くということでありますので、今後早急に事務的に日程を詰めながら進めていきたいと思っております。来年は日中国交40周年とこういうことになりますので、よろしくお願いいたします。また、今私、共存共栄という言葉を使いましたが、これは今回、あちらの方に行かせていただいて、いろいろと話をする中で、
政府間においては戦略的互恵関係という大きな方針を日中両国が合意をして、そういう精神のもとに進めておりますが、この戦略的互恵関係という精神は我々は全くその通りだとこう認識をして、その方針のもとに進めていきたいとそう思っております。ただ日本国内においてですね、一般の国民の皆さん方に戦略的互恵関係とこういうとですね、それはどういう関係なのかというのが、その戦略的互恵関係という言葉からなかなかイメージしにくい難しい単語でありますので、政府はそういう方針に基づいて当然やっていきますし、我々もその線でやっていきますが、今後重要なことは日中の両国がですね、それぞれの国民の皆さん方に日中の友好がいかに大切であるかということを、それぞれの日本は、我々は日本国民の皆さん方に、中国はですね、中国国民の皆さん方にしっかりと日中の重要性というものを認識していただくことが必要であると。そう考えると、同じ意味の言葉でも日本国内でいくと、戦略的互恵関係という言葉は大切にしながら、国民の皆さん方に分かりやすい説明をするには共存共栄、全く意味は同じことだと思っておりますが、共にあり共に栄えていくということの方が分かりやすいのかなということでは、大体そんな話もして、中国側もですね、そうですねという話をしております。あえてちょっと言葉を使いましたのは、そういう言葉を使ったことでこういう説明をさせていただいたのは、ややもすれば二元外交ということを皆さん方ついすぐ指摘をされるものでありますから、二元外交ではなくてですね、しっかりと補助を合わせて進んでおるということで申し上げさせていただいたところであります。以上です。あとご質問あればと思います。